ちは。こんばんは。頑張った。ライブの後、なんと一仕事終えるっていう偉すぎ案件を終えてきました。偉いやろ。疲れんかん。コンビニ行ってきた。水着グループに釘付けになった。なんだっけ、サイバージャパンダンサーズさん、すごいね。みんな見てた。メンバーも、うちのメンバー誰もあそこには入れないねって。スタイル良すぎてやばかった。可愛い服やろ。私服の収録だったから気合い入れました。今日は NGI、うん、リグだから NIG か、 NIG フェスでした。イエイイエイ。 NIG フェスでした。なんか TDC がTDC っぽくなかったな。なんかやっぱグループで行く TDC とフェスで行く TDC 違うんだね。と思った。明日よろしく、よろしく。みんなはどうだった？リンガーハット。おいしい。タコ、あ、ガチャガチャしな、みんな。誰もありがとう。マイページのチャレンジか。
カリンゴ。カリちゃん、女が出ました。いける、一生それにしてて。ちゃんぽんってうまいよね。あー、今日暑かった。明日甲子園、高潮と英明の応援してくる。お、すごい。お疲れ様。こんばんは。ちょっとしばらく一回胃に物を入れたい。松屋の牛めし値上げ、それは大変。この服かわいいよね。確かに100円マックとか今感じ考えられない。せいちゃん、スティーベアありがとう。
ごちそうさま。腕大丈夫ですか？そう、今日めっちゃマイクさ当てられてさ、腕痛くすぎてちょっと画面じゃ伝わらないと思うけど、めっちゃボコってしてて、しばらくねダンス踊りながら腕が上がらなかった。今日こっちの手でキャリー引けなかった。痛かった。まあでもマイク当てられるのはお互い様だからね。お互いにさ、まあしょうがないけど、ちょっとここ最近じゃ一番痛い。やっぱちょっとほら、いや明日握手会だったらやばかったかも。確かに。でシップありますかって言ったけどさ、なくて、誰も持ってなくて、会場にもなくて、ちょっとどうしよう。温めた方がいいのかな。結局何にも。そう、これ絶対青くなる明日。痛い。どうしたらいいんだろう。冷やした方がいいの？ちょっとマネージャーさんやってみようか。冷やしてから温める方法。お疲れ様です。ST48の福田あかりです。チップ的なものあれお持ちだったりしますか？ね、友達追加してなかった。うん、こんばんは。今日も可愛いわ。あ、生誕祭が3月2日に決まりました。3月2日、とんでもない。4月13日決まりました。3月2日だったらもう終わっとるわ。4月13日に決まりました。イエイイエイ。
明日お話し会だ。さっきツイートもしたんでリツイートとかしてください。4月の13日木曜日です。まさか昨日の匂わせとは思わなかったですよね。そうですよね。ちょ、みけちゃんステーベアありがちゃ、ありがとうございます。待って、私さ、リコチの生誕がね29日ってなんとなく聞いてて、そう、それでなんか、あ、じゃあ同じ誕生日のリコチが29日なんだったら、あの、まあさすがに私は29日以降でしょって思ってたの。だから絶対5月だなとか思ってたけど、まさかの平日になってしまって本当にすいません。しかも6周年で広島遠征したばっかなのにみたいな感じになってないか心配。ちょっと頑張って休み取ってください。生誕祭で緑ばっかりが見たいです。私は緑のあのライトのために頑張る、あの草原のために、草原をいつも覚えてて、緑のライトのために頑張るから毎日。なのでちょっとね難しいと思うんですけど、1週間前に6周年コンサートがあって、広島に来たばっかりとは思うんですけど、あと、ま、平日で、これ開かない、開けてくれない？平日で難しいと思うんですけど、ぜひよろしくお願いします。川田ひなから飛びました。あ、ゆみりんのやつだ、最近多いな、ゆみこ。あ、待って、ってことはなんかあれだ、リップとか塗ってさ、気合い入れた草とか言われた方がいいのかな、コメント欄で。リップ今日もうなくなるんだけど、これ飛んできました、もうない。これみんなはさ、どうやって飛ばされてくるの？あのさ、配信終わるじゃん、でみんなありがとう、バイバーイってされるじゃないですか。で、そのまま待ってたら飛ぶ？それともその後になんか気合い入れてくさ、ありがとうございます、MV とか流れる？選んできました、ありがとうございます。そのままいたら飛ぶ？10秒したら、あ、10秒で飛ぶんだ。あれか、あの、桃鉄みたいなもんか、ぶっ飛びサービスみたいな。自動で飛ぶんだ。みんなはよく STU に飛ぶの？ AKB とかにも飛ぶ？てか、もはやさ、ユミリン事件、ユミリン事件？
ゆめりん騒動からさ、このみんなもちょっと楽しんでるとこあるよね。自己紹介して。 ST の福田あかりです。副キャプテンです。福田あかりなので福つながりで副キャプテンになりました。名前のだけのダジャレで。今から私が自己紹介するんですけど、嘘も言うんで、まあ見抜いてください。19歳です。そうだよ、19歳で、そう、香川出身、四国の香川って知ってますか？香川県出身なんですけど、はい、香川県出身なんですけど、香川県はそばが有名で、あのコンビニよりそば屋さんが多いらしいです。そう、河原そば。で、今度20歳のドライブに99って書いてる、あれ？キャプテンは名前に O って入ったらなれるんですよ、 STU の場合は。福は副キャプテンで、でもキャプテンって一番上だから O っていう文字が入ってないと無理なんですよ。そう、なんかうちのキャプテンはあの漢字の中に O って入ってます。そうで、あの生誕祭が4月13日に広島であります。20歳の生誕祭が、だからまだお酒飲んだことなくて、全然あの酔っ払って配信とかもしたことないです。絶対酔っ払ってた配信の切り抜きを見てファンになってくれた人が意外と多かったりとか全然しないです。そんなことしたことないです。10歳おめでとうございます。ありがとうございます。 YouTube で昨日見た、昨日かい。はい、あの動画は人気がありますね。なんかああいう切り抜きってね、誰がするんでしょう。バレてた？バレてないはずで、すごいいっぱいウサギを飼ってて、うちのウサギニャーって言うんですよ。やばくないですか？ニャーって言うし、なんかすごいね、毛がモハモハしてて、そう、尻尾も長くて肉球プニプニなんです。で、さっきからこのキレートレモンが開かなくて、しびれを切らしてここをずっと向いてます。誰か開けてください。あ、一個だけ本当のこと言うね。明日インスタにちょっとエッチな写真をたくさん載せる予定。今日も整理した。だからインスタをフォローした方がいいかも。インスタグラムはここのバナーに貼ってるよ。え、本当だよ。今インスタグラムのフォロワーさんが、私、まあ、インスタ始めて、まあ、1年ちょっとなんですけど、今インスタのフォロワーが1万729人なんですよ。そう、指先、そう、こっち、そうだから、まあ、1万1000人2000人、そしてゆくゆくはもう100万人目指してます。で、そのインスタグラムのバナーの下にある BLT っていう、
バナーがあると思うんですけど、そこのバナーで、あの私アイドル7年目にもうすぐなるんですけど、初めてのグラビアを今年したんですね。それが、まあ、来月発売なんですけど、ニブアカリさんの表紙の BLT グラフに初グラビアで載させていただきます。ニブアカリさんが表紙のやつで、私の初グラビアが載ってるので、ここのバナーからポストカード付きのお得のやつもゲットできるので、ぜひゲットしてください。そのオフショットでちょっと STU 側が NG 出してそうなエッチなやつを選んでインスタに載せます、明日。ミラーボールもあった、イエーイイエーイ。見どころはお尻です。お尻が意外とプリプリなことを初めて知りました。福沢推しの方がガタガタしそう。もうここまで時間経つとそんなにないだろうしね、結局福沢推しばっかって気もするけど、はい、そんな感じです。フォローしてありがとうございます。これだったら見れるんだ。そう、ちなみに BLT の表紙は2部さんあのですが、トップ L ネオっていう雑誌、3月31日発売なんですけど、高橋みくにさんのこの表紙の雑誌にも載ってるので、ぜひチェックしてください。すごいね、表紙ばっかりいっぱい。そう、みくにさんのくるくるが買うって言ってた、嬉しい。そうです、頑張ってるんだね、偉い、ありがとうございます。頑張らせていただいております。一応1期生なんでね。BLT はちょっと待って、めっちゃ向いちゃったよ。 BLT はマジでビビってます。本当にどんな顔してるのか、グラビアってものが初めてで、今回笑顔のカット多分ないと思うんですよ。ちょっとセクシーフェイス、開くよ、開くよ、開くに決まってんじゃん、このカリカリぐらい。健康な23歳なんだからさ。けど開けれないって言って誰かに開けてもらうの、いつも自分で開けたくないから、開けれない、開けて。メンバーにユミリン、それこそユミリンとかに、もう誰も信じられない。手刀でよければ、手刀、手刀でこのタイプ開けれる。昔ユミリンの配信何をしてきたことあったの、そうそうそう、パフェかなんかが開かなかったんだよね。けど誰の配信かわからん。STU キレートレモンめっちゃ好き、みんなキレートレモン飲んどるやろ。イン
スタフォローしてほしいな。お、フォローしてくれてる何人か、ありがとう。キレートレモンの、しかもむくみ対策の酸っぱい方です。明日みんなとお話するからむくまないように。こんばんは。この間いた。明日はリアルお話し会。日曜日の話し会は CD 買えば参加できるんですよね。 STU48 祭って予約いらないの？26日のどうだっけ。現地で買うんだ。そうなんだ。インスタフォローしました、ありがとう。当日行ってもライブ以外は楽しめる。あ、逆にライブは予約しないと行けないのか。あ、本当のフォローしてくれてありがとう。ライブも行ける。レモン1個ってレモン4個分のビタミン C あるんだよね。そうそう、レモン1個分、レモン1個分、レモン1個分っていうこと。インスタフォローしてありがとう。フォロワーをこうやって更新するとフォローしてくれてる人が見える。千穂ちゃんのライブは当日券がある。ああれは、うちらのあれは、タカ STB ありがとう。そうなのか、あんまりシステムを理解してきてない。お話し会楽しみ。え、明日はリアルお話し会で、リアルお話し会はこっちは多分マスクしないと思う。イエーイ、みんなに顔見てもらえる、よかった。もうさね、顔見てもらえないお話し会だったからずっと明日からは顔見、多分、まあ、メンバーの体調によってはマスクしてると思うんですけど、しなくてもいいようになったはず多分。だから多分顔見せれます。嬉しい。しかもね、今日飛行機乗ったら、もう今まで飛行機ってさ多分に一番厳しかったじゃんマスクに。だけど今日からはなんか車内放送じゃ、飛行機内放送でマスクは従業員もお客様もどっちでもいい、個人の判断に任せますって言ってて、なんかあ嬉しいって思いました。そう、もうね、嬉しくて嬉しくて、みんなとそのちゃんと顔合わせて、まあお客さんはマスクありじゃないとダメなんですけど、そうなのでやっとね顔を見ていただけるなと思って嬉しいです、本当に。あと、あ、お話し会は直接会って私と喋れるんですけど、今キャラーニっていうサイトでお話し会の申し込み受付もしてます。写真会とサイン会もありますので、ぜひキャラーニ STU オンラインお話し会、リアル直接会えるお話し会、ぜひ月曜日まで、月曜日の13時までです。待ってます。もう PSTU ベア2個ありがとう。
僕の顔も見てほしいな。オンラインだったら見れる。おりちゃんタコ10個ありがとう。いや今日飛行機で東京に来ることなんてね、広島から年にまあ3回あったら多い方、2、3回なんですよ。まあだけど今日はなぜか飛行機でめっちゃ大変だった。もうね、飛行機はね、広島空港はね、あのね、むずい。気圧は今日は大丈夫だったけど、広島駅から広島空港までが1時間かかるの、バスで。しかもバスもまあ値段がするわけよ。それはもう語り尽くされた話で分かってるからいいんだけど、もうね、着くじゃん空港に。で、まあ、荷物検査とか荷物預けたり用意して入るじゃん。改札じゃないの、その保安検査場を通るじゃん。そしたらさ、売店が全然ないの。東京とかさだったら、そのさ、おにぎり買いたいとかが叶うでしょ。おにぎりすら売ってないから。サンドイッチがちょっと売ってるかな、渋いやつって感じ。中にないんだっていうか、外にもマジないよ。周りにコンビニもないし。いや本当にね、ちょっと駅、広島駅でのコンビニで買ってきた方がいい。いや私広島ってまあまあ都会だと思うんだけど、ちょっとなかなかきついなって。お土産屋さんはあるけどさ、別にお土産なんか買わないじゃん。そうだから一回入っちゃうともう微妙な感じなんだよね。でなんか大変すぎて、それがなんかね、疲れた。だから飛行機で1時間か、早いなと思ったけど、疲労感は新幹線4時間乗ってるのと同じかそれ以上って感じで。うわめっちゃ綺麗に撮れた、すごいって感じで。大変でした。しかもさ、羽田？成田か、あ羽田？どっちに着いたの私今日空港に着いたら、もみじまんじゅうの自販機で我慢したことあります。そう、そのレベルになるんだよね。分別やらありがとうございます。羽田か、羽田空港に着いて今日思ったことは、沖縄の那覇って書いてる荷物受け取り場所ね、で広島で受け取ったんだけど、その横が那覇で、その横が札幌、北海道ね、札幌だったんですよ。那覇札幌って並んでて格好が違うのよ。那覇の人はもうね、半袖みたいな感じだけど、札幌の人はみんな、でももう上着を羽織ってるみたいな、まあそんなモコモコダウンとかじゃなかったけど、まあ上着は羽織ってるみたいな。だからあ、両極端が並んでると思って、そこから来た人たちが、この人たちは全員沖縄から来て、この人たちは全員北海道から来たんだと思うと面白くて、それが今日わー空港だと思った。そう面白いよね。いや日本広い。沖縄今日27度真夏やん。北海道行きたい。いや面白いですよね、季節感が出ました。そう
春休み期間だから多いのかな人が。広島の飛行機もパンパンだったよ。北海道は朝0度。キャー。マイル貯めてないな。貯めたい。東京は今日は那覇で明日は北海道でしょ。東京は一番悪いよマジで。同じ県なのに県おんすいませんすいません県としか言ったことがなくて、同じ都なのに夏と冬が一日交代に来る。怖い怖い首都怖い。だから一応カイロ持ってきた。カリンゴー明日は少し寒いかも。そうだよね。ねえ聞いて、飛行機をいつ撮った時かな忘れたけど、この前飛行機乗った時にあのね、あの保安検査場でなんかあのピッてするじゃないですか、ピッてするじゃないですか、あの荷物を上着脱いだりその靴脱いだりその荷物を出したりして レーンに乗せてトレーに置いて、で自分も通るときにピッてしてレシート出すじゃないですか飛行機の。あれをするときに航空会社どこですかって聞かれたんですね。でもさ、あの普段飛行機とか乗らないから航空会社どこですかって言われても、それ別に会社が取ってるし、飛行機とか会社が取ってるからどことか知らないじゃん。だけど必死に聞かれたから、しかもここってテロリストじゃないって証明しなきゃいけないから、慌てたらテロリストだと思われるでしょ。だからとりあえず答えなきゃと思って、あの私の頭の中に浮かんだのはあの赤いマーク鳥さんって言ったの。やばくない？あの JAL のさ、あの赤い羽のこのなんか鳥のマークあるじゃん。だけどそれは出てきたんだけど JAL が出てこなくて鳥さんって言ったの。そう鳥さんって言ったの。やばいでしょ。で鳥さんって言ったら、あなんかマネージャーさんから電話来てた。切りたいな。配信中ですって言いたいな。で鳥さんって言っちゃって、配信この話面白いからちょっと待って、きそう、え優しい、え待って待って、チップ買ってきてくれたの優しい。え絶対経費で落として、ちょっと一瞬取りに行ってくるわ。ちょっと一瞬取ってくる。電気消えるかな。ちょっとジャンの話があるから折ってな。
かんなかった。絶対止まってると思った。え、ごめん、やばいやばいやばい、え、ごめん、あれだ、え、ごめんごめん、え、ごめん、え、アンコール行くぞ、え、ごめん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 、一旦僕連覇サラン、カラブン、タカ、ミケちゃん、おびたん、麦もし、ミラボがたくさん、アールアップ、きなこなるさん、ごめんね、ごめんね、ゆうたのぶ、むーちゃん、うよ、ぐん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 し、今今、タカ、なるさん、おいたん、あ、ごめん、おじん、昔からおじん、アンコール弾くぞ、ごめんなさい、ありがとうございます、マジびっくり、みんなが仲良くごめんなさい、ごめん、そうそう、マジでマネージャーさんが優しすぎて、もう、いや、マジですごかった。あれ、久しぶりに来たら面白いことになりました。マジでマネージャーさんが、すごく、なんか、シップを4種類ぐらいと、あと、シップを切るためのハサミとテープと、スプレータイプのシップとめっちゃモリモリ買ってきてくれてて、至れり尽くせりすぎて、私ちょっとそんなえってなってて、とりあえずお礼をしなきゃと思って誕生日聞いたんですよ。その誕生日の日になんかお菓子とかあげなきゃと思って誕生日聞いたら1月って言われて、あのあってなったんですけど、とりあえずめちゃくちゃお礼を言いました。ああ優しい。絶対に領収書切ってくださいねって言いました。優しい。ほんまにタンプレか、あ、タンプレと思っとこう、タンプレと思っとこう、そしたら気が楽だ、はあ、責任感じた。ほんでね、そう、あ、待って、ちょっと一回落ち着こう、ちょっと感謝と申し訳なさがいっぱいで今ちょっと落ち着けない。なんだ、JAL の話だよね。そう、JAL の話を、JAL の話なんですけど、はい、私ね、あの JAL に乗ったんですよ、この前で。保安検査場で、あのピッてレシート出すために荷物の横で、あのバーコードやるじゃないですか。あれに、あれの時になんか航空会社どこですかって聞かれたんですよ。で、航空会社を聞かれるとか思ってなかったし、なんかでも会社が取ってるから、飛行機って会社自分で取ってる意識がないから全然思い出せなくって。でもテロリストかどうかを見分けるとこじゃないですか、保安検査場って。だから
ぐ答えないとあたふたしてたらテロリストだと思われるから、だから答えなきゃと思ってね、必死に思い出した結果、あの JAL の赤いあの鳥のマークが出てきたんです頭に。だからでも JAL は思い浮かばなくて、 JAL っていう言葉が思い浮かばなくて、保安検査場のその人にと鳥さんって言ったんよ。そう、鳥さんって言ったよね。そしたらなんか外国人だと思われて外国人だと思われて、と鳥さんって言ったからその後全部英語で対応されてなんか英語で法案系のとなんか多分なんて英語か分かんないから、なんか多分この中にパソコン入ってないですかとかなんか分かんないけど、なんかそういうのを言ってて、でこっち通ってくださいとか言ってくれてたんだけど、全部英語で対応されてめっちゃ気まずかったっていう話です。面白かったでしょ。おーとか言って通った。っていう話です。はい。ごめんね。この最高の味噌とかありがとうございます。あの、こんだけ待たせてこの話したけど大丈夫だったかな。私はでもなんか英語で会話されたことにびっくりしすぎて、本当にその時はわけ分かってなかったけど、そうわけ分かってなかったけど冷静に考えたらめっちゃおもろいなこれって思ってめっちゃおもろくない？いや朝だから飛行機とかあんま乗らないから緊張してたんだよ。でもバタフタあたふたしてる。しかもさ、保安検査場ってずっと人が来るから、なんか待たないと待たせちゃいけないとか思うから焦っちゃって、とりあえず通過しちゃって、でもその後冷静になってみたらめっちゃおもろくて、そうこれ言わなと思ってたけど言えてよかった。今日飛行機に乗るときにそれを思い出してました。いや日本人ですとか言ってない何も言わずに言ったよ。もうどうでアメリカだと思ってました。いや絶対思ってないでしょ、どこがアメリカやねんいや鳥さんが多分なんか誰かに聞こえたんだろうね。鳥さん なんかわかんない、今顔立ち的にまあ、その中国系の方とかそのまあ韓国とか香港とかわかんないけど、そのアジア系のどっかの外国の方に見えたんだろうね。まさか日本人のこの普通の人そうな人にさ鳥さんって言われると思わないからね、保安検査場の人もいろんな人を相手するとはいえ。確かに柔軟なさの対応すごいね、スタッフさん。いやチャイルドドレスに見えてきたこのエピソードぜひ4コマに。今月の4パチタスには私太ももだけ出演してるらしいので、ちょっとそれまだ見れてないんですけど、そうまあ V で出演していこうかな。次は何で出演しようかな。太ももで出演した後、お尻がプリプリなんでお尻とかで出演できたらいいけど。一コマきありがとうございます。一コマ起用していただきありがとうございます。
早く見たい、めっちゃ探してる。でもこの前の時思ったけど、月曜日発売だけど広島は全然次の金土ぐらいが一番置いてあったから、なぜかそれぐらいで差が今ぐらいが置いてる。てか起きちゃうの見せてもらえばいいか。いい人がまでした。いやー、その鳥さんって言ったら外国人の方に間違えられて英語で対応されたっていうのが、ちょっと自分的には今年去年もう本当にナンバーワン空港エピソードトークだと思ってるので、大事に温めていきたいと思います。ちょっと文字起こしとかして構成づけて、もう一番面白く聞こえるようになんか頑張ってみようかな。貴重な経験をさせていただいたので、はい、鳥さん本当にみんな空港は気をつけて、空港は難しいから、あのちゃんとしないとダメ、空港では。あとね、その沖縄に行った時に知ったこと、モバイルバッテリーはスーツケースの中に入れちゃダメ、呼び出されますので、そう、火災の恐れがあるから。もうめっちゃ難しい飛行機、ほんとに。私さ、そのここの眉毛の上の毛をね、眉毛を整えるためにカッターシェーバーっていうんですかね、顔剃り用のシェーバーをメイクポーチに入れてるんですよ。でもそれって飛行機でほんとちっちゃいシェーバーですよ。もうここ眉毛の上剃るためだけのシェーバーをメイクポーチに入れてるんですけど、飛行機で没収されたら、没収されてもいいんだけど、ただめんどくさいなと思って、 STA-40 もモバイルバッテリーダメだった。そうなんだ、わかんないんだけど、あれはどうなるの？だから置いてってるの、飛行機使うなっていう仕事の時はいつも家に置いてってるんだけど、カッターシェーバーは、男の人とかさ、ヒゲ剃りのシェーバーとか どうしてる？それはあれ？スーツケース？風船に空気入れるポンプで揉める。え、そうなの？え、わかんない。預け荷物なら大丈夫。じゃあはい。でスーツケースを特に必要としない旅行あるじゃないですか。貴重預かり、え、貴重預かりかっこいい。そういう機器は、でもモバイルバッテリーだけ預けたいって時はどうしたらいいんですか。手ぶらで、ほぼ手ぶら、スマホと財布だけで飛行機乗ろうとして、あ、モバイルバッテリー持ってたわ。じゃあモバイルバッテリーじゃない、あ、カッター持ってたわって時は、カッター1個だけ預けたい場合は、ね、コンビニでビニール袋買って入れたらあげたらいいの。でも絶対そのカッターじゃないと嫌とか。やっぱキャリーケースがないと無理。あ、カウンターで預けると専用ケース用意してくる。え、じゃあさ、機内持ち込みもできないものある、スーツケースで預けちゃいけないものって通販で買うときはどうやって運ばれてくるの？海を渡らなきゃいけないときとかどうやって来る？例えばモバイルバッテリーを通販で買いました、例えば海外から買いました、続き飛行機で乗せてくるの？
でも飛行機も乗せちゃダメだよね、モバイルバッテリーは。モバイルバッテリーは全部船で送られてくるの、どんだけ遠いところから買っても。貨物機ならいいの？教えて、気になる。バッテリー類は大体船。そうなんだ。面白い世の中。持ち込みと貨物便は違う。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。ちゃんと税関で調べて許可証あればいい。大抵の輸入品は船。そうなんだ。ビッグラポン。よいしょ。ためになるな。トロちゃん誕生日やったで、 LINE したよ。トロって返事来た。生誕祭開催おめでとう。 SS シートにかけます。お願いします。皆さん生誕祭申し込んでください。福田推しさん、これは福田推しさんに向けての強いメッセージとなります。生誕祭を申し込んでください。ぜひよろしくお願いします。行きたいね。いきなり4月の新学期、新年度っていうんですかね、新年度でいきなり休みを取る、申請をすることって本当に心苦しいし、言いづらいし、気まずいし、なんか社内の目とか会社の規模によるけどかもしれないけど、気になるとかあると思うんですけど、皆さん来てください。あ、でもあの、もし申し込んで空席にするかもだったら、ちょっと一回ゲバントなんで考えていただいて、ゲバントなんで考えていただいて、来れそうな方、来れる方絶対に申し込んでください。意地でもその日まで就職しないことにした。最高。定時ダッシュすら間に合う。もう定時ダッシュお願いします。あ、でも途中からでも全然、あの公演1時間半ぐらいあるから、最悪途中からでもぜひ来てください。入れるよね別に。ちょっと
福田推しさんに見届けてもらいたい。別に卒業発表するとかはしないけど、福田推しさんに見届けていただきたい。年に1回なので、生誕祭って自分のファンの方が一番来てくださる場所だから、なんか同窓会って言ったらちょっと違うけど、まあでも一番自分に近いやつ、自分に感覚に近いもので言うと、まあ、同窓会行ったことないけど同窓会みたいな、そのいろんな場所で、例えば握手会にしか来ないとかタイプの方、お話し会とかにしか来ない推し方をしてくださってる方というか、でも生誕祭だけ行くとかの方も結構いらっしゃるし、逆にライブは関東のしか行かないけど生誕祭の時だけ瀬戸内に来てくださるみたいな方もいるんでしょ。だからそういうなんか生存確認じゃないけど、それに来れなかったから推してないとかは全く思わないけど、なんかちょっといつもより福田推しがいっぱい集まって、なんかみんなの顔見れて安心してっていう、すごい自分的には1年の成績表ではないな、1年のなんかアルバムを見させてもらうような、こう心が温かくなるような気持ちの素敵な、他の子にとってはただの花垂公演だよいつもやってるかもしれないけど、自分にとっては年に1回の特別な日だから、ちょっと日付的に難しいとは思うんですけど、福田推しさんぜひよろしくお願いします。でゲバントホールって結構大きい箱ではないから、16人の公演をするにしては、まあ最近ゲバント多いから、で私は俺たちのゲバントホールって去年もあったんですけど、ゲバントホールがマジで好きなんですよ。上司に休めるか聞いてないけど申し込んで、で行きますぜひお願いします。福田推しにとっても特別な日そうだといいな。そうゲバントホールはすごい自分にとってなんか大事な場所なので、ゲバントでやりたいなって思ってたのですごい嬉しいし、そうみんなでお祝いできたらいいなって思う。来れないのはねしょうがないけどね。待ってます。お待ちしてます。ワクワク。当たってほしい。福田推しを一回全員当ててから、え待ってこんな時間だ、当ててからしてほしいね。いや皆さん配信来てくださってありがとうございました。よかったらフォローしてってください。インスタツイッターもフォローお願いします。で明日インスタに結構超いい感じの写真をいっぱい載せる予定なので、よろしくお願いします。ランキング読もう。高森、お話し会で次の野望はグラビアって聞いてたけどフラグだったなんて泣いた。確かにグラビア、しかもねシュープレもいつか回ってくるしね。シュープレ？ヤングなんとか楽しみ。ありがたいですね。かなぶんありがとう。つくれんこん。さやハートハートありがとう。監督、プリケツ好き、アカリンも好き、プリケツ、アカリンめっちゃ好き、あ、プリケツが好きでアカリンが好きで、アカリンがプリケツだったらもう、それは、チキシュキ大出勤アカリンだね。アルアップ、今日排水管工事で大金飛んだけど、7000ポイントほどついた。
楽しみが多いからめげずに頑張る。頑張ろう。大丈夫。7000ポイントでかいよ。ありがとう。なるさん、ありがとう。もえぴー、ありがとう。ポクレンパサラン、ありがとう。みけちゃん、ありがとう。ブーちゃん、配信ありがとう。飛行機乗る時のエピソードとしては過去に聞いたことないおもろさだったよ。楽しい。週末をお屋敷。ありがとう。楽しみ。ハッチー、ありがとう。タカの疲れんこん。楽しいお話ありがとう。明日楽しんでおやすみ。明日楽しみます。みんなに会える。ありがとう。埼玉のいたん、ありがとう。はい。というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。アニマスト福田はストーチ、サンドの名称アドンデキバリ、香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。近年更新みずみです。ちょっとライブもね楽しかったし、いろいろ頑張りました。ありがとうございます。で、私がちょっと出ちゃってる間、みんなを一人じゃないな、みんなでいたんだよね。温め合ってたんだよね、寄せ合って、身を寄せ合って温め合ってたんだよね。照らしてくれてありがとう。ごめんね、なんか本当にありがとうね。嬉しいよ、嬉しいし、おもろいし、ありがたい。何よりもありがとうございます。はい、それでは明日は、直接お話し会楽しみたいと思います。ありがとうございました。お疲れんこんでした。チュキ。バイバーイ。ありがとう。またねー。ありがとう。おやすみ。